高校野球の初日にヌートバーのあの例の、ね、ペッパーミルポーズが、ね、問題になりましたけども今回、これ、今日もね、うー、ん、んという、ね、ことが起こりましたので解説しますね。はい、大分商業が9回の表に2点差まで詰め寄ったんですけども最終的にはこうね、X ということで作新学院が勝ったということなんですけども終わり方が実に妙なね、変な終わり方しちゃったんですよね。ポイントはこれになります。 さあこれ9回の表なんですけどもバッター立ってますよね、でワンナウト1、2塁ですから一打同点のチャンスで一番盛り上がるシーンなんです、ピッチャー、作新学院が投げました、えー、そしてね、えー、大分商業がこういう形でねこう絶好のこの球をですねカキンと打ったんですよで、ところがヒット制だったんですがライトが補給しましたで、下に9番の選手見えてますね、この人はね、えー、これあの大分商業の1塁ランナーなんですよ。ささあ次これ見てください 9番は一塁ランナーなんですけども、はい、この左は二塁走者ということで今ねキャッチをされましたのでこの赤も黄色も大慌てでそれぞれの塁に戻る必要があるんですでも二塁走者はもう完全に二塁に戻る態勢なんですが一塁走者まだ向こうを見てるでしょでどんなことが起こったかというとこの次なんですけどもこうなんですよ二塁走者は 定石通り2塁に戻りましたから問題ないですよねところが一塁走者は本来は二塁のベースを踏んで一塁に戻らなくてはいけないんですけどもまあ大慌てなんでしょうねすでにサードがボール持ってますのでこの一塁走者はそれをすっ飛ばして一塁ホーム,、えーホームね、ベースですねそこをめがけて走っちゃったんです。ですからですからこの時点で あかんんとということにななるわけなんですよそしてこの3番のねファースト選手もああちょっと今ってなこれアピールねどにをアピールしてるか分かりませんけどもおちょっと待って今おかしいじゃないかとみんなやってますね。で審判団が集まってきてちょっとタイムということになりまして確認して2塁の塁審がアウトだっとやったと。でこれでこうなっちゃうんです。 はい言ったんですよ。はい、ゲームセットということであっという間にね不可解な判定でゲームセットになったんですがちょっと待てよということではい、4人の審判集まりました。はい、散りました。で、でで普通であればね、ここで主審が、 館内のマイクを使ってただいまのプレーについてご説明いたしますってやってはい試合終了効果で一件落着になるはずなんですが私もねこれ見ててびっくりしたんですけどもこのあと何が起こったかというとはいみんなに出ろとアナウンス一切ないんですよ作新学院の選手に対してもう一回守りにつけということでなんかね試合が始まる雰囲気になっちゃいましてはいプレーボールってことになったんですあれって思うでしょ しかも何の説明もないんですよ。あんな奇妙なことがあったのになんに、何もこともなかったように試合がまた再開されるんですよで。なんだろうと思って見てましたら、これピッチャー、次どうしたかというと、ホームベースには投げずにショートにボールを渡すんですね。対象と。で、このショート君、何やるかというと、はい、ベースを踏みました。はい、そして審判、こっち見ています。 あのアピールプレーというのがあるんですけども本来、ね、さっき言ったように1塁のランナーがこの2塁のベースを踏まずに戻ったんです。で野球のルールとしてはこの守りの誰かがボールを持ってそのセカンドベースにタッチをしてそれを審判に対してはい、俺タッチしたぞと。 これでアウトだよね。はい、審判頼むぜということでアピールするんですね。ですから、さっきはこのアピールプレーをする前に2塁の累進がアウトを宣告してしまったと。ですからね、時間軸を戻してもう一回ちょっと形だけでもやろうぜとということでプレイボールってことで始まったんです。はいそしてこれで肩、ね、通りショートがね、はい、踏みましたと。 はい、これでいいですよね、審判さんということで、はい、まずは二塁の累進がアウトと。で、誰見てますか一塁のランナー、9番の選手に向かってアウトってやってますね。そして、一塁の審判も、お前だと、おめぇアウトだと、二人でオ、ラオラのアウトだということで、はい、試合終了これで正式に試合が終了したということで、はい、みんな集まってきまして、えー、こう、我々とね、来るわけなんですけども、まあね、で、ここでやっとこれですよ。まあ、終わったということで、 主審がたたいいまの競技について、ね、ご説明いたしすすとプレーかやったんですねでネクストバッターズサークルではですね、いや、俺はまだ打つぞということで、こう13番の選手頑張ってますが、話をずっとこうやって聞いてきますと、あれと、これで試合終了ですということで、もうあれっていう感じでこれ聞いてるんでしょうね。そして、えー、現在バッターボックスに立ってる彼も、よっしゃ、打つぞと思ったんですけど、あれと、ちょっと待てよということで、はい、さすがにもうどうしようもならないということで、試合がこうして終わってしまった。 んですけどもこれ一見落着じゃないんでから私もねこのあといろいろと画像を見たんですけども、えー、今の終わり方ですと2塁の累進が勇み足でルールをよく知らなかったもんですからアウトを宣告してしまって失敗したということになってます。でね まあこれ、二塁のルシーもね、私分かってなかったと思うんですが、結論を言いますとね、えー、今のベースの踏み忘れの前に、すでにスリーアウトが成立していたと見るべきなんです。そういうね、シーンがありました。これなんですよね。はい、まあ、これはこれで終わっちゃいましたよね。で、はい、これさっきのシーンに戻します。今、ボールがずっとライトに飛んで、あ、レフトに飛んでいます。で、えー、黄色の二塁ランナーはボールの行くように見て止まって でしょだってこれ取られたらすぐに2塁ベースに戻らなくちゃいけません1塁ランナーもこの様子は見てるんでしょうけどもとにかく2塁ベースを蹴って前に行けということでずっと言っていますはいところがなんですよ問題はこの次ですで2塁ランナーは2塁ベースに戻ります1塁ランナーは2塁ベースを蹴って勢い余ってずっと進んでますでこんなことが起きちゃったんですよね 二塁走者を追い越しちゃったんですよこの右の選手が二塁ランナーねで左にちょっとね、えー、かがんでるのが一塁ランナーなんですここでアウトが成立してるんですよですからこの右のショートの選手見てくださいあ抜かしたって明らかにやってるでしょだからこう彼は分かってるんですよあ抜かしたぞと これアウトじゃねえかと、おいおいってことをね、実はこれ彼はやっているわけなんです。で、これでアウトになるかということなんですが、これは彼はアピールしているから、この時点でアウトを宣告すると、これでレフトがあまず取ってツーアウト、そしてこの時点で走者を追い越しましたから、スリーアウトということになるはずなんですよ。でもね、これ全体の引きの写真がないからよくわからないんですけども、この抜かしたシーンというのを、 審判が誰も見ていなかったんですよでしょこのシーンをしっかり見ていればこの彼のアピールプレーを見てお今のアウトだぜってことになったはずなんですけども残念ながらそのシーンは見てないんですよ。だから審判もえー、っとあれなんだこれって感じになってるでしょ でその後に審判が見たのは一塁走者がベースを踏まずに戻っていくこのシーンということになるわけなんですよね。でやっとこうさあ,あそういうことかとそれでさっきのようなこうシーンになってこれですよ。 アウトということで、えー、と,うことででえっっててここ戻きますでこの9番の一流の選手というのは、まあ、何が起こったかねよく分かってないと思うんですけど呆然としているということでで先ほどのシーンですここからまたやり直してもう一回ベース踏んでアピールプレーをしようじゃないかということになったわけなんですよねでもねあのヌートバー選手のあのねあのパフォーマンス問題も含めましてこれもねうんまあこれ野球だからしょうがないんですけど間が、まあ、ちょっと悪かったですねこれ審判もねよく分かっていなかった あとはねこれはあの私はまあ宮城詳しいから分かったんですけども球場にいる人たちはなかなかこれ理解できないと思います。何回も何回もこうやって見直せばね分かったんでしょうけどもちょっとね後味が悪いと言いますかうーんというね終わり方でございました。